ジャービルあるイコールアフマドアイコールサバーハ。ジャービルあるイコールアフマドアルイコールジャービルアイコールサバーハ。1926年6月29日から2006年1月15日は、クウェート首長第13代在位。1977年12月31日から2006年1月15日。歴代首長にジャービルという名前の人物が2名。 いるのでジャービル三世とも呼ばれる。大使時代以来、石油収入によるクウェートの急速な近代化の時期を経験した。主張時代は、資金力を武器に、自国の安全の確保を図る外交政策をとったが、1990年、イラクによるクウェート侵攻に遭遇した。翌1991年の湾岸戦争により、国土回復に成功してから後は、 新米路線を強化したほか、女性への賛成権付与などの社会改革に着手した。1926年6月29日、第十代クウェート首長、アフマドの三男として生まれた。クウェートの首長家であるサバオハケは、アフマドの父の世代の兄弟から、ジャービル家とサーリム家の二家に分かれているが、ジャービルは、同名のジャービル首長の孫で、ジャービル家に属する。 教育ははじめムバーラキーや学校で受け、続いて、家庭教師について、英語、アラビア語、科学を学んだ。1949年、アフマディ知事に任命されて、公的生活に入り、1962年に第一、副首相兼財務、産業省に就任した。1965年、ジャービルの父アフマド首長のいとこにあたるサーリム家の、 サバー派首長が即位するとジャービルは同年首相、そして翌1966年に大使に指名された。首相在任は12年の長きに及び、その間にジャービルの下でクウェート社会は増大する。石油収入によって伝統的な部族社会から経済的、産業的には世界最大級の富裕な都市化された近代社会へ大きな変貌を遂げる。 そして1977年、サバーハ市長の後を継いで、クウェート市長に即位した。首相、市長としてのジャービル三世は、石油資金を背景とする、経済協力戦略によって、周辺のアラブ途上国に対して影響力を及ぼし、小国クウェートの安全を確保する戦略を取った。1979年に、イランで、 イスラム革命が起こって君主制が打倒される。シーア派が国民の40%を占め、サバー派家と同じ宗派のスンナ派の35%を超える国民構成で、しかもシーア派は一端として政権のカヤの外であったクウェートにとっては非常な脅威であるためにイスラム革命輸出を恐れてイラン・イラク戦争では同じく国民の多数派を シーア派が占めるラクノサタームフセインを支援した。また、クウェート国内では、1962年から設置されていた一員制の国民議会において、慎重してきた反対派に対して、1986年に非常体験を行し、長方期的に解散させるなどの手段を講じて、抑え込みを図った。1985年5月には、 イスラム過激派による爆弾テロ事件に遭遇するが生き残る。イラン・イラク戦争の終結後の1980年代後半、原油価格の低下やルメーラ油田の発掘問題をめぐってイラクとの関係を悪化させ、両国関係は緊張から1990年のイラク軍によるクウェート侵攻に至りた。8月2日、クウェートに 現撃的ににしたた。イラク軍はは、全土をを占領下に置き、ジャービル3世は国外逃亡を余儀なくされたこの時、殿を務めた弟ファハドがダスマン宮殿で討ち死にした。この事態に対して、ジャービル三世はアメリカ、サウジアラビアなどに支援を呼びかけた。イラクのクウェート侵攻に対しては、アメリカ軍を中核とする多国籍軍がペルシャ湾岸に展開し、 1991年1月17日に勃発した湾岸戦争によってクウェートは解放され、ジャービル市長以下、サバーハケによる君主制が急に服すことになった。しかし、国外逃亡時の失態のため、国民から冷ややかな目を向けられた。1991年3月14日に帰国するが、出迎えたのは5000人ほどであった。 サバー派ケによる支配からの解放が、イラク軍による侵攻の正当化に利用されたこともあって、国内外から改革の実行を迫られることになり、1992年に議会を再開した。ジャービル三世は戦後のクウェート復興に努めたが、経済、財政的には長期の低迷が続く。また再開した国民議会でも、市長政府と議会との対立が繰り返された。 1999年5月には宗教省の抗乱誤職により議会が関係大臣辞任を要求し議会と政府が対立したため議会を解散させたところが解散というタイミングを狙って女性参政権を認める主張令を発したこれは議会無視の手法であったこともあり7月には定員50に対してリベラル派16議席 親政府派14議席の審議会が成立したものの、11月には、主張令は議会によって取り消された。しかし、男女平等を推進するものとして、人権尊重という観点から国際的に高い評価、受けた。外交、安全保障面では、より新米色を強め、2003年のイラク戦争時は、クウェートがアメリカ軍の最重要拠点の一つとなった。また、 サウジアラビアとのペルシャ湾大大陸法の海上国境確定行為を零零零に調印。2001年に脳出血で倒れてからは闘病生活を送り、2006年1月15日朝に死去した。内閣はサーリム向けのサードを後継首張に指名した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。